多いんですけれども、じゃあ農研機構から来ました、川原と言います。で、まあ、今日はあの金貝さんに実はこれ話題提供してくださいって頼まれてたんですけど、まあ、彼女がいなくて、まあ、何を話すとか時間もですね、適当で大丈夫ですよって言われたので、まあ、一応ですね、こういうタイトルで今日は稲ゲノムのアノテーションと、その稲のさまざまな品種のゲノムの多様性情報ということで、一応話題提供をさせていただきたいと思います。で、まあ、まず農研機構ってあまりご存じないと思うので説明したいんですけども、まあ、一応日本の中での農学系の研究所としては、まあ、一番大きな組織になっていて、まあ、このように日本各地にこう研究拠点があります。で、まあ、私が所属しているのはその次世代作物開発研究センターという、ところなんですけれども、そこでのミッションは一応稲麦大豆等の品種開発とその基盤技術の確立ということで、まあ、データベースとかだけじゃなくて、その育種法の開発とか、まあ、そういったところもやってます。あとちょっとですね、片足突っ込んでいるもう一つの組織が、その高度解析センターというところがあって、まあ、そこではですね、まあ、農研機構内のいろんな研究者に対して、まあ、その情報解析のサポートをするみたいな、そういった仕事があったり、あとはですね、まあ、こういった感じで次世代シーケンサーの解析技術のワークショップみたいなのをやって、まあ、これは機構内だけじゃなくて、いろんな周りの人を毎年呼んで、まあ、こういう講義をやったりしています。で、まあ、今日お話しするのは、その稲のリファレンスゲノムと遺伝子のアノテーションに関してなんですけれども、まあ、2004年に稲ゲノムというのは解読が終わって、まあ、その当時にですね、遺伝子のアノテーションというのをつけて、まあ、LAPDB というデータベースから公開をしています。で、もう15年ぐらいにわたって、まあ、ずっとそういった情報をまあ提供し続けているデータベースです。で、まあ、今はですね、私が管理者をやってるんですけども、もう管理者も5代目ぐらいで、まあ、結構脈々とこう受け継がれているようなデータベースになります。で、まあ、今日お話しするトピックス2つ考えていて、で、まあ、1つはそういったリファレンスゲノムで、稲の品種、日本バレっていう品種のゲノムが読まれているんですけど、まあ、それの、まあ、ゲノム上のどこにどんな遺伝子があるかっていうような、この横の軸になるんですけど、まあ、そういったアノテーションに関してと、もう一つはですね、最近取り組んでいる稲のいろんな品種のゲノムの情報っていうのが今使えるようになってきているので、まあ、そういった情報をですね、まあ、どうやって解析して提供しているかということをちょっと紹介したいと思います。で、メンバーなんですけれども、まあ、こんな感じで、我々のところでは一応キュレーターというふうに呼んでいるんですけども、まあ、2名のキュレーターの方がいて、まあ、一応監修する人が1人、あとは、まあ、プログラマーが、週に2日なんですけれども、まあ、来て、まあ、いろいろ対応しているっていう状況です。であとは、遺伝研のオリザベースのグループとは後でちょっと話すんですけども、まあ、情報共有をしていて、まあ、佐藤さんとか川本さん、であと、この裏で実際、志田原さんが、いろいろデータを作ったりされているというような状況です。で、まず先にこの横軸の、お話なんですけれども、まず、まあ、リファレンスゲノムに関しても、2004年に、まあ、国際コンソーシアムが、ゲノム解読をしたんですけれども、実は当時はですね、9割型のコンティグは、同じ配列なんですけれども、アセンブルをですね、もう一つ、旧米国のゲノム研究所、タイガーと言われてたところも、同時にやっていて、まあ、別々のアセンブリとして、まあ、公開をしていて、まあ、当然その上の遺伝子のアノテーションというのも別々でありました。で、まあ、結構そこが稲研究者の、なんだろう、頭痛の種みたいになっていて、まあ、お互い話すのに、どっちのゲノムを使ってて、その上のどの遺伝子の話をしてるんだみたいなのが、なかなか情報共有が難しかったんですけれども、一応2013年にですね、こちらのグループと、まあ、共同で、そのリファレンスの、その、まあ、シーケンスのエラーとかの修正と、あとは、ま、クローンの並びとかっていうのをもう一度こう見直して、新しいゲノム、統一のリファレンスゲノムというのを作りました。で、まあ、今はですね、これが一応稲の中でのリファレンスゲノムとして使われているんですけども、まあ、残念なことにですね、やっぱアノテーションだけはお互い譲れなくて、同じゲノムに2種類のアノテーションがあるというところで、しかも今はですね、もう中国の方でもまた新しいアノテーションをつけたデータベースが出たり、まあ、NCBI も独自につけられたりということで、まあ、そういった状況です。で、まあ、我々の方もですね、まだやっぱりちょっと問題、ゲノムでエラーがあったりっていう部分はあるので、まあ、そういったところを引き続き良くしていきたいなということも取り組んでいます。
で実際、まあ、稲の遺伝子のアノテーションはですね、我々は、まあ、こんな感じでやっていて、まあ、ゲノム配列、まあ、リピートマスクして、でそこにですね、稲の完全調子 DNA 配列っていうのが結構取られていて、まあ、それは、これもゲノムとほぼ並行して、こういったプロジェクトがあって、理研の林崎先生のグループとかの貢献が大きいですけども、まあこういう、この完全調子 DNA の配列っていうのを非常に重要視して、まあそれをマップして遺伝子の構造を決めるとか、まああとは主要穀類の mRNA の配列を使って構造を決めるとかっていうことをしています。で、まあその機能情報に関しては、ユニプロットとかのタンパク質の配列をまあ当てて、まあどれに相当性が高いかっていうのは先ほどボーノさんの話にもあったような方法で、まあ、機能予測とか、タンパク質の高度領域の予測っていうのをしています。で、まあ、あとは、まあ、GO とか、そういうオントロジーをつけるのには、インタープロスキャンをかけて、まあ、ドメインを予測して、そういった GO をつけるとか、ということをしています。で、まあ、それと並行して、遺伝子予測のプログラムも、まあ、複数かけて、まあ、それで、まあ、RAPDB から遺伝子情報として提供しています。まあ、ここでですね、オリザベースも入ってるんですけども、まあ、オリザベースは何を提供しているかというと、まあ、我々のところでは、遺伝子にこう ID はつけるんですけども、その遺伝子が、まあ、いわゆる一般的に稲研究者が研究対象としているような、この稲、遺伝子名みたいなので、どれに当たるかっていう情報はもともとなくてですね、ただの数字の羅列の ID しかなかったんですけども、オリザーベースの方は逆に、この稲の研究者がいろいろ機能解析してきた、稲の有名な遺伝子の名前とか、まあ、そういった情報の辞書のようなものを作っていたので、まあ、そことこう連携して、その ID に加えて遺伝子のシンボルとか名前をつけるといったところを一緒にやっています。で、まあ実際はですね、まあこういった感じでゲノムのブラウザーで、まあゲノム上のどこにどんな遺伝子があるかとか、あと RNA-seq の配列をマップして、まあ、こういう情報をまあ提供したり、あとまあここにですね、まあ自分が持っている配列をブラスト検索とかブラッドして、まあそれがどこですよっていうのがこうわかるように。まあ、そんないろんな機能をまあ提供しているデータベースで、まあ、個々の遺伝子に関しては、まあ、先ほど言ったようなこういう遺伝子のトランスクリプトの ID とか、まあ、ローカスの ID ごとに、その機能とかですね、その天使、タンパク質の産物の情報、このホモロジーサーチの結果の情報とかを載せたり、あとは、まあ、こう全部載って、書かれているのは遺伝子のシンボルだったり、名前だったりするんですけど、1個の遺伝子に関していろんな人たちがいろんな論文でいろんな名前をつけたりしています。で、まあそういったところはオリザベースの方でこういうのをまとめられているので、まあそういったものをまあ入れていく。で、まああとはですね、その遺伝子の構造の元になった転写産物のアクセッション番号とか、まあ、タンパク質配列の番号、あとはまあそれに、この遺伝子に関して、まあ研究がされている文献の情報とか、ということをしています。で、まああと、その機械的、まあ、自動的なアノテーションをした後にですね、私たちのところでは、マニュアルキュレーションというのをしていて、まあ、定期的にこう見直しをしています。で、まあ、そういうのをした日付とかも、まあ、ここに出ています。で、あとは、まあ、ジーンオントロジー、どんなのがこの遺伝子についているかとか、まあ、ドメインの情報とか、あとはその発現情報に関しても、まあ、ここでは今リンクなんですけども、実は発現情報はこういう RNA-seq、ベースとマイクロアレイベースの2つの稲の発現データベースがあって、まあ、そこに対するリンクとして情報提供をしています。で、まあ、先ほどマニュアルキュレーションをしているという話なんですけれども、まあ、今のアノテーションの、その機械的にやったアノテーションというのはこの2012、3年頃にやっていて、まあ、その時点のずっと提供しているんですけれども、まあ、当然ですね、日々、稲の遺伝子に関する論文って出ていて、まあ、ここで見ると、これ、ま、パブメドで検索しただけなんですけども、まあ、大体月に1000報、あ、100報ぐらいな感じで出ているということなので、まあ、そういった最新の情報を、ま、なるべく取り込んでいきたいなというふうに考えていて、まあ、私たちのところでは、ま、そういった文献情報をですね、毎日こう読んで、新しい論文が出たら、ま、それを見比べて、今のデータベースにある遺伝子構造がそれで正しいかとか、今までハイポセティカルプロテインとかってなった情報が、なんか新しい機能情報がついてないかっていうのをチェックして、まあ、ここは5人って書いてあるんですけど、まあ、先ほどメンバー紹介したみたいにあれだけしかいないので、実際まあ2人ぐらいでチェックして、まあ、じゃあここはこう変えましょうとか、構造をこう直しましょうっていうことをやっていて、まあ、もう数年やってるんですけども、まあ、ようやく2000件ぐらいの遺伝子座っていうのが、
応研究者が見て正しい情報であるというお墨付きを与えたような遺伝子だということで公開しています。で一応あのキュレーションシステムというのをあの独自に結構前から作っていて、まあ、こういった一つの遺伝子座について、まあ、こうあの今のアノテーション構造が出ていると見ているのがこれなんですけども、まあ、そこで論文とかですね、そういうのを見て遺伝子構造が間違ってたら、まあ、ここで座標を入れたり実際この上のビューアーでこうドラッグアンドロップで変えたりとか、あとは実際新しくトランスクリプトの配列とかプロテインの配列が公開されていれば、まあ、このキュレーションシステム上でブラッド検索とかエクソネレートでマップして、まあ、その構造を入れて、はい、新しく更新するみたいなことをしています。であとは機能情報などに関しても、まあ、ここで実際は GFF の第9カラムの情報をこう編集するための GUI みたいな感じなんですけれども、まあ、そこをこう手で修正していくといったことをしています。で、まあ、他にはですね、まあ、こんな感じで Twitter とかで定期的にそういうキュレーションした稲の遺伝子の情報とかそういったものを公開したり、その論文、新しくこんな論文が出てましたよっていうようなのを、まあ、Twitter でつぶやいたりというのをしています。で、まあ、そんな感じで流れにわたって情報を提供してるんですけども、まあ、大体月間20万ページビューぐらいで、まあ、大部分は日本と中国からのアクセスで、もともと稲の研究者というのはやっぱアジアが多いので、まあ、アジアの国からのアクセスが非常に多い状態で、まあ、現状だとその米国の先ほど MSU のもう一個のアノテーションも公開してるんですけども、まあ、大体論文で、まあ、ひいき目で見て半々ぐらいがこうお互いこう参照し合ってるというような状況に。で、まあ、今後なんですけれども、ゲノムの配列に関しては、今これ上が今の現状で、この赤くなっている部分がこう、まだシーケンシーのギャップがある領域なんですけれども、まあ、そういった部分をですね、イルミナとかパックバイオとかナノコアの情報を使って、まあ、穴埋めをするとか、あとはこの12本のクロモソームにアンカリングされてないコンティグっていうのがまだ何本かあるので、まあ、そういったものを、こういうハイシーとか使って、うまく入れていくとかっていうことを今やっているところです。であとアノテーションの方も、現状はですね先ほど話したような完全調子入れねえをすごい神のように使ってそれが絶対正しいっていうことでこれまでやってきたんですけど結構マニュアルでキュレーションしてると完全調じゃない不完全調子入れねえがかなりあって、まあ、そういったところを直さないといけないなっていうので、まあ、RNSSEC とか、まあ、ISOSEC も取ってやっています、そういうのを、まあ、含めた新しいアノテーションを作っていこうというふうに今動いているところです。で、まあ、そのアノテーションデータベースとともに、そのいろんな中のツールも新しくしようとしていて、まあ、今 G ブラウズだったり自前のスクリプトでこうブラスト検索とかを提供してるんですけども、まあ、もう J ブラウズにしたりあとまあシーケンスサーバーも非常に便利で使いやすいので、まあ、そういったものに置き換えていこうかなというふうにで、まあ、ここがですね、一方のリファレンスに対する遺伝子のアノテーションに関してなんですけども、まあ、ここから後半で、まあ、今ですね、スーパーとかに行くといろんな品種のお米が売られているかと思うんですけども、そういったいろんな品種のゲノム配列っていうのも、まあ、いわゆる NGS が出てから、非常にたくさんのゲノム情報が、利用可能になっていて、まあ、これではいくつかの論文の例なんですけれども、まあ、この赤字で示している数字がその論文で読まれている稲の品種の数で、まあ、多いものでこれまあ一番有名なイリフィリピンの、水稲研究所と BGI 中国の BGI が組んで読んだ3000のゲノムを読みましたっていう論文なんですけど、まあ、そういった3000のだったり、まあ、国内でも170品種ぐらいのゲノムを読みましたとか、まあ、数十っていうのはかなりいろんな論文で普通に読まれるっていうような状況になってます。でただですねその論文ごとに解析の方法って全然違っているのでその、まあ、多形そこから得られたスニップとかインデールの情報って公開されてたりもするんですけどなかなか比較はするのが難しくてで、まあ、ローデータももちろん登録されているんですけども、まあ、結構そのままもう登録されっぱなしの状況なのでもうちょっとこういうの有効活用できないかなというふうに考えて、ちょっと今やっている解析があります。で、まあ、それのためにですねまず今論文34項から533系統の稲のゲノムの情報を集めてきてます。で、まあ、稲って言ってもいろいろあってその栽培稲と言われるオリザサティバの中でも我々が普段食べているコシヒカリ
系のこういうテンペレートな温帯ジャポニカというものがあったり、あとはもっと潮流米と言われるようなインディカの米があったり、まあ、世界的には実はインディカの方が広く分布したりもするんですけども、まあ、そういったものがあったり、あとは栽培稲以外にも野生稲っていうのも広く世界中に分布しています。で、まあ、今回集めてきた533系統は、まあ、大部分はそういった栽培稲のジャポニカやインディカなんですけども、まあ、それ以外の野生稲とかっていうのも含めた、ものになっています。で、まあ、こういった集めてきたデータをですね、まあ、DDBJ、まあ、DRA から、まあ、落としてきて、まあ、そのメタ情報を、まあ、最初は取ってきてたんですけども、やっぱりそこでメタ情報を見るとなんかよくわからないみたいなケースも結構あるので、まあ、そこはもう一回文献情報に戻って、メタ情報を付け直したりっていうのを我々もしています。で、まあ、ひどいものになると論文の中にこの品種読んでますってリストはあって、 DRA にも全部登録されてるんですけど、どのデータがどの品種かっていう対応が全然わからないみたいなあって、なんかまあ それが意図的だったりもするみたいなんですけど、まあ、そういうのも結構ありました。で、まあ、そういうのを取ってきてまず集めるというのは第一段階で、まあ、そこからですね、まあ、共通の解析パイプラインというのを作って、まあ、こういうツール群を合わせて作って、まあ、そこから多様性の情報を取るというようなパイプラインを作っています。で、まあ、それを使うと大体1品種あたりですね、まあ、その読んでる解読量とかにもよるんですけど、まあ、数時間から数日で、まあ、ゲノムワイドな多様性の情報が得られるというような環境になっています。で、まあ、このあたりの解析のパイプラインに関してはですね、今スクリプトとかですね、中のツールのパラメータとか公開してるんですけれども、まあ、Docker とか CWL でなんかできないかなっていうのはずっと考えていて、まあ、やりましょう。ちょうどさっき、そういった安川さんのところとできそうということでやってるので、まあ、ぜひそういうので広めてくれると、まあ、我々のデータベースからは、もう公開情報として何百品種とかっていうのデータがあるので、まあ、これで使ってやるとそれと一緒に比較できますよっていうような感じで提供できるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、こういう多系情報ってなかなかこう見るビューアーってないんですけれども、まあ、我々のグループではですね、このタスケっていうですね、マルチプルゲノムブラウザーっていうのを前から作っていて、まあ、これはですね、一本のリファレンスゲノムに対して、その縦軸にこういろんな品種があって、そのどこにスニップとかインテルがあるかっていうのは先ほどのグラフとはちょっと違って、まあ、1個のリニアな配列に対する多系情報の位置をこう見せるようなビューアーになっているんですけども、まあ、そういった上で今情報提供をしています。で、実際公開イネゲノムデータと、あとはですね、イネゲノムの情報もその農研機構内だけでもいろんな人がいろんな品種のデータを実は持ってます。で、その解析してくださいという依頼がすごい来てたんですけど、まあ、その都度全然違うやり方でやると、まあ、後々比較もできないので、まあ、今はこのパイプラインを使って大体まあ公開データで500系統で、非公開ので500系統ぐらい、大体1000系統ぐらいのデータがまあデータベースに入っていて、まあ、それをですね、先ほどのタスケっていうブラウザを通して、まあ、いろんな共同研究グループだけで見れるようなブラウザだったり、まあ、ラップDBのような公開データだったりというので見せるような仕組みを作っています。で、まあ、実際、ラップ DB からどんな感じで見えるかっていうあれなんですけども、まあ、この遺伝子座のページのこのタスケのリンクをクリックすると、まあ、その遺伝子の領域に関して、まあ、遺伝子の構造と合わせて、どの品種で、まあ、このリファレンスのアノテーションに比べて、そのどの品種のどの場所にこうスニップがあるとか、インデルがあるとかっていう情報がこうゲノムワイドに見られるようになっています。で、実際これはですね、このお米の形ですね。この長いお米と短いお米があるんですけども、まあそういった流形に関与するような遺伝子座に関して、まあ温帯ジャポニカからこうインディカまで広くこう、多様性情報を見ると、まあ、これ日本バレーのゲノムに当てている場合の多様性なので、まあ温帯ジャポニカは比較的スニップインデルが少なくて、まあインディカは多いというのがざっくりとは見えるんですけども、中にはインディカの中にも、この遺伝子座に関してすごい温帯ジャポニカに近い配列を持つものもあったりというのが見えてきています。で、まあ、こういうのをですね、こう系統図を書いてあげて、こう相当してあげるとですね、まあ、こうやって並び替えができて、まあ、例えばここの遺伝子だと、まあ、稲の栽培稲の中ではなんとなくこう4グループぐらいの配列に分かれるのかなというのがこう見えてきたりします。で、あとは実際こんだけ多様性はある、多系はあるんですけれども、この遺伝子の配列にアミノ酸配列に影響を与えるような変異って実はこの2箇所しかなくて、実際一つは、
3塩基のデリーションで、まあ、アミノ酸がなくなるというようなもので、もう一個は、結構、遺伝子の頭の方で、もともとアミノ酸をコードしたものがストップになるというような変異があるというのが見えてきて、まあ、何かこう、機能に影響を与えて、この品種たちの、このお米の形の違いに何か影響を与えてるんじゃないかなというのがわかります。で、ただですね、まあ、その助けでこうやってわーっと見る段階では、まあ、ここまでの情報しかなくて、実際じゃあこの変異が本当にどう形質に影響を与えているかっていうのはわからないんですけれども、そういった情報って実はいろんな論文でですね、これまでいろんな品種のこの遺伝子座の配列とその形質情報っていうのをこう、調べた論文っていうのがあって、まあこうやっていろんな品種のこう、有形が違いますよとか、あとこれは牛の長さをこうプロットすると、まあ、この先ほどの配列の違いハプロタイプというんですけど、ハプロタイプごとに、まあ、短いものから長いものというのはこう、なんだろう、区別できるとか、あとまあこう、まあ、実際この遺伝子のマルチプルアライメントとその流形の長さの関係というのはこういろんなところで報告されてます。で、まあ、こういった情報ってこう知ってる人は、あの論文のここで報告されてた、変異はこういう流形に影響を与えるよねっていうのはわかるんですけども、なかなかそういう整理されている情報にはないので、我々はですね、今、そのタスケで見られるゲノムワイドなバリエーションのそのキーとなるようなアリルに関してアノテーションをつけるということを始めています。で、例えば先ほどのこういった2つのアミノ酸置換だったり、ストップ原因の変異だったりするんですけども、こういうのが実はもう論文で報告されてて、同じ遺伝子座なんですけども、こちらのストップになる方は、流長が、そこがストップになると流長が長くなるとか、で逆にこちらのアミノ酸の結質だと、そのせい流長が短くなるというような報告があったりしていて、この配列の違いだけだとちょっとわからないんですけども、こういった文献情報とかも合わせてみると、こういった機能的な注釈っていうのができるということで、こういったことを農業形質に関わる大事な遺伝子ごとに、今見るっていうことを、それを将来的にはですね、こんな感じで国内の育種に大事な代表的な品種に関して、いろんなですね、形質に関わる遺伝子座について、この品種は、この開花期に関わる遺伝子はどのタイプを持っているとか、流長も3タイプに分かれるけど、こいつらはこの A タイプを持ってて、こっちは B タイプを持っているとか、そういった情報をですね、整理してあげて、遺伝子のこうカタログみたいなのを作ろうというふうに今考えています。で、そうするとですね、例えば大病性に関して、この A っていうのが病気に強いアリルだったとして、ただ今持っている品種がこっちの B タイプなので、なんかこの遺伝子を入れたいんだけれども、他の形質は変えないように、この大病性だけ入れたいって時に、じゃあ他の遺伝子は同じタイプの遺伝子を持っていて、この大病性だけ違うもの同士をこう掛け合わせて、その遺伝子だけを置き換えてあげると、一番簡単に育種ができますよとか、あとはゲノム編集とかも今後きっとできるようになって、そういうのが売り出せるようになると思うので、そういった場合には本当にピンポイントで先ほどこういった報告があるようなここだけをこう変えてあげると新しくこう簡単に育種ができるんじゃないかなというふうにつながるんじゃないかと思って、そういった情報の整理をしています。はい、以上です。